最近木村くんの声が低めで大人になってきてる。いやー、ちょ、大人の色気出てきた。ちょ、調子乗ってる。それはちょ、調子乗りすぎか。それは調子乗りすぎたわ、今のは。ポッキーさんに優勝報告したよ。ポッキーさんめっちゃ喜んでくれてた。あ、でもさ、いや、なんかわからんねんけど、なんか、必ずクリーパーへつなげますと、ウォーデンへつなげますっていうショート動画をあげたんよ。まあ、全然大人の声ってわけじゃないんやけど、ちょっとこう、バケツとかさ、言ってるショート動画あげたよね。めちゃめちゃバズってて、あれ。あれね、あれ恐ろしいね。自分の一週間企画の動画で見てくれてる人の、でね、まあ、大体何人チャンネル登録してくれとか、あるんやけど、なんかショート動画の方がチャンネル登録されてて、ビビっとる。あ、びっくりしたわ。ショート動画の方がチャンネル登録してくれてる人多いんよ。ショート動画でオラクンチャンネルを。そう、確定コンボ決めるやつ。あれなんでなみたいな。めっちゃおもろいよな。あ、ちなみに、次のね、ショート動画も撮ったんやけど、いや、でもあれはね、多分ね、みんなの、予想を超えるよ、次のショート動画も。また面白いと思うで。次は次も面白い。やっぱ同じのが続いたら面白くないやん。ちょっと工夫してショート動画今回撮ったから。いや、なんかね、最近やっぱショート動画は熱いっすね。いや、ちょっとオラクンチャンネルもショート動画なんかあげたいね。ああいうのは面白いよね。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画と概要欄から本編動画もお楽しみください。ドズル社最高、ドズル社しか勝たん。